ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。私は高齢者から光り輝く高齢者になるための情報などを配信しております。自分の経験なども語りながら配信してるんですが、今日は2023年9月の13日、今日は水曜日です。今朝はですね、私は三好の金彩スタジアムという野球のグラウンドがあるんですが、そこにカーネクスト第9回 WBSC 女子野球ワールドカップグループ B の試合が今日から13日から17日まで、三好金彩スタジアムであります。今日は1日目で、10時半からですね、キューバ対、チャイニーズ台北の試合がありました。私たちはその第1試合をちょっと前半を見ました。今日は、14時30分からはフランスとベネズエラ、そして18時30分からプエルトリコと日本ジャパンがやるようになっております。三好は、女子野球の町としてね、こうやることになっておりますので、今回その、WBSC 女子野球を、引っ張ってきて、三好の予選のグループ B の予選をやってます。勝ちに行くと、これ今度アメリカ行くんですかね。また決勝リーグへ、トーナメントかな、行くようになるんですが、まずは予選をのグループ B を日本の三好市でやっております。今日は丸々の壁シリーズを行っております。今日の丸々壁シリーズの第1弾、ボケの壁です。和田秀樹さんが書かれています。これは高齢者であればね、知っておく必要があるなと思って読んでいっております。今日はですね、この第1章、認知症という病気を誤解していませんか、もう終わりという不安と恐れを消すというんでね、その中の、小項目をいきます。今まで、第5回までやってきて、今日は第6回なんですが、その小項目は、物忘れにはいい物忘れと悪い物忘れがあります。これは知っておく必要がありますね。さて、私が受ける相談の中で最も多いものは、うちの親、最近物忘れが増えたのですが、認知症ではないでしょうか、という質問です。本人からも、最近物忘れが増えましてね、ひょっとすると、と相談されることがあります。そうした高齢者の物忘れには、良性の物忘れと悪性の物忘れがあります。そうですね。前者の良性の物忘れは、加齢によって自然に増えていく物忘れです。その特徴は、体験の一部を忘れることです。例えば、昨日の夕食に何を食べたか、体験の一部は忘れても、食べたこと自体、体験の全体を覚えている状態です。一方、悪性の物忘れになると、夕食に何を食べたかだけでなく、食べたことさえ忘れてしまいます。つまり、体験の全体を忘れてしまうのです。また、加齢による良性の物忘れの場合は、ヒントを与えられるとすぐに思い出すことができます。昨日の夕食に関して、お肉を食べたんじゃないと言われると、すぐにステーキだったか、焼肉だったかも思い出すことができます。ところが、悪性の物忘れの場合は、体験全体がすっぽりと記憶から抜け落ちるため、ヒントを与えられても思い出すことができないのです。そういえば、高齢者の車で試験を受けなきゃわけです。その時に、物忘れが、認知症のテストがありますね。こう、物をババーっと16個ぐらい出されて、それを伏せて、何と何があったかを思い出していくんですが、その時に、ヒントを与えるコーナーがあるんですね。ヒントを与えたら、思い出す人は、思い出して、得点が増えていきますよね。何もなかったら覚えていないが、ヒントを与えると、思い出すというね、そんな試験がありましたが、これですね、まさにね。また、良性の物忘れは、
古いことから記憶が薄らいできますが、悪性の物忘れは新しいことから順に忘れていきます。というよりも新しいことを覚えられないのです。症状が悪化すると、さっき話したこと、たった今言ったことさえ覚えられなくなります。また本人が物忘れの多いことを自覚しているときは、ほとんどの場合認知症ではありません。だから本人が最近物忘れが多くて、とぼやく場合は、多くの場合認知症ではなく、良性の物忘れです。一方、認知症による悪性の物忘れの場合は、私忘れてないわよ、そんなこと聞いてないわよ、と物忘れしているという自覚がないことが多いのです。で、ここに表がありまして、良性の物忘れの症状と悪性の物忘れの症状が書いてあります。まず、良性の物の忘れるの症状をいきますよ。これはこう対していけばいいのかな。対していってみましょうかね。まず、良性の物忘れを言って、次に悪性の物忘れを言いますからね。まずいきます。良性のもの、体験の一部を忘れる。悪性、体験したこと自体を忘れる。良性、進行しない。悪性、進行が早い。良性、忘れていることを自覚している。悪性、忘れていることを自覚していない。良性、日常生活に大きな支障はない。悪性、日常生活に支障がある。良性、時間や場所は正確に把握している。悪性、曜日や場所までわからなくなることがある。良性、置き忘れたものがあるときは自分で探そうとする。悪性、物がなくなると誰かに盗まれたと思い込む。そうですね。いや。そうですね。認知症になったら、まず、自分でこう、この表の通り、あ、ここまで行ったら自分は悪性になってるなって。で、悪性は早い、進行が早いんでね。これは用心しなくてはなりませんね。まだ認知症のことずっと書いてありますが、今日は、物忘れにはいい物忘れと、悪い物忘れがあるということをね、これはきっちりと覚えておかなくてはなりませんね。そうですね。チャンネル登録をしていただいた方にも、悪性の方と良性の方、こんなことがあるのかな。私はまあ、良性のチャンネル登録者を増やしていきたいと願っているところであります。ごきげんよう。